M2M ご存知ですか？ M2M とはマシントゥーマシンのことです。製品に通信モジュールを組み込むことで、パソコンなどの通信機器だけでなく、家電や自動車、電子機器、大型の機械など、あらゆるもの同士が人を介さずに監視、診断、分析などの情報交換を行うことができる仕組みのことです。これにより業務の効率化や新規ビジネスの創出をサポートします。現在この通信モジュールが様々な産業、サービスで活躍しています。 KDDI はこの M2M ソリューションにおいて、通信モジュールの販売、通信ネットワークの提供、クラウドサービスの提供、導入支援、サポートの4つのビジネスを展開しています。通信モジュールは KDDI と通信モジュールメーカーが共同開発。地震による被害を最小限にとどめるための緊急地震速報受信機能、遠隔で開通・解約する機能、 GPS 位置測位機能など便利な機能を内蔵しています。そして KDDI の M2M ソリューションをご検討のお客様をご支援するためのパートナープログラム、 KDDI モジュールソリューションサポートプログラム、開発サポート、営業サポート、運用サポートの3つのサポートを基軸に、お客様のビジネスをサポートします。 KDDI の M2M ソリューションなら、日本国内から海外へと活躍の場が広がります。海外で M2M 事業を展開したいお客様には、 KDDI との契約のみで世界200カ国以上でのご利用が可能です。 KDDI の M2M ソリューション、お分かりいただけましたか？もっと簡単に、もっと多くの分野で、もっと多くの機器での取り組みが進む KDDI の M2M ソリューション。さまざまな分野における業務の効率化やサービスの高度化、新規ビジネス創出の可能性がここにあります。あなたの仕事に KDDI。